いやー、吉岡さん、いつもありがとうございます。はい。いや、めちゃめちゃ書いていただきまして、ありがとうございます。はい。いや、車や布団は裏切らない。これ、なかなかもう、相当僕の動画見てないと、このフレーズは出てこないかなと思うんですけどね。いや、本当に僕はね、人間は裏切るけれども、車は裏切らない。車はちょっとね、故障する場合あるんで。まあ、裏切りというかメンテナンスしてあげればね、ちゃんと踏めば目的地に行けるんで、ありがたいですよね。うん。人は裏切りますから。うん。だから僕はね、人を信用しないんだね。そう。だから、自分自身を信用してあげるっていう、これが大事かなっていう。だって、人って、要は、人を信用する、人に頼るっていうことは、その人頼りになっちゃうんですよね。悪いことではないんですけども、じゃあそれがダメだったらどうすんのって話なんですよ。だから一番僕重要、生きていく上で重要なのは、自分自身を信じてあげるっていう。これが一番重要なことかなと僕はいろんな経験して思いましたね。自分自身を信じてあげるって。自分自身を大切にしてあげるというか、まあ大切にしてない部分ありますけど、ちょっとやんちゃやってるんで結構。無理やったりとかしてる部分もあるんであれですけど、まあ、自分を信用してあげる、まあ、自分はできるんだって思ってあげるとかね、ほとんどの人は「こんな自分は」とか、こんな私にはできません」とか言うじゃないですか。じゃなくて「いや、自分ならできるよ」とか「自分最強」みたいな、そう思った方が結果は出やすいと思います。だから多分普通に考えてもそうですね。自分にはできないんですって考えるよりかは、いや、自分はできるんだって考えた方が前向きになるじゃないですか。じゃあ前向きになった方が結果出やすいよねって話で。まあ、めちゃめちゃいろいろと書いていただいてますけど。まあ、僕のまあコンテンツ見ていただいて、まあ、少しでも自分の価値観とか概念がちょっと変わって、で、その変わったことによってより生きやすくなってるんであれならばいいと思います。はい。別に僕の思想とか考え方が全てではないですから、人それぞれの考え方ありますので、ただ自分独自の生きやすい考え方っていうのを確立していくっていうのは大事かなと思います。まあ、世界に一つだけの花ですから、いろんな色があるだろうし、ただ僕が言ってることっていうのは結構心理的な部分があるんで、なんか曲げようがないかなって。だから僕もいろいろ勉強した結果ここに行き着いてるので、正しくはないけれども本質は言えてるんじゃないかなと思います。正しいかどうかは別として、本質的な部分は言えてるんじゃないかなと思います。しかも事実に基づくというか、だって人は裏切るじゃないですか。それ事実としてあるので。僕もまあこの2年で裏切られたこともありますしね。マジかみたいな、まあ、金銭的にね、きつい部分もそれであったりとかね、しましたし、まあ、いろんなこと生きてればありますから、まあ、その中でまあ自分を信じてあげて、前向きにポジティブに生きていくっていうのが、まあ、大事なんじゃないかなと思います。まあ、あとはまあ、そうそう、あとはもう一つの上のフレーズでいくならば、ここに、仲間っていうフレーズがあったかな。まあ、めっちゃ書いていただいてるんで、仲間っていうフレーズはないか。なんか自分を、より生きやすくするために、もう一つのテクニックというかあるんですけど、巻き込むっていうのがあるんですよ。巻き込んでいくっていう。要は多分、吉岡さんも僕に巻き込まれてると思うんですけど、巻き込んでいくっていう。で、そうすると楽しくなります。なんか仲間を作るとか、よく言われるのが、仲間を作りましょうとかね、メンターをやりましょうとかあるじゃないですか。じゃなくて、自分の世界観に巻き込んでいくって、これが結構上のフレーズなんですけど、そうすると楽しくなります。そうすると、まあ、これはちょっとうまく表現できない部分あるんですけど、巻き込むっていう。巻き込んでイノベーションを起こしていくみたいな。まあ、ドリームアカデミアなんかそうですよ。2年運用して18人ぐらい講師陣増えましたけど、これも僕が巻き込んでったからなんですよ。
でイノベーションが生まれました。いろんな講義がこう提供していただいて、だから巻き込んだ結果です。だから巻き込むといろんなイノベーションが出てくるんで楽しくなります。うん。でも仲間友達ってあんまりイノベーションなんか友達仲間みたいな感じでイノベーションは生まれないんですよ。だって仲間友達止まりなんで、仲間友達止まりなんでイノベーション生まれないんですよ。でもこれを巻き込むっていうフレーズに入ってくると、いろんな新しいものが生まれたりとかして、面白くなってきます。うん。ですね。はい。まああとはまあ今回の、講義っていうのが、まあ、ドリームアカデミアね、公開してる一発目の講義なんで、まあいいと思います。まあいいかどうかは吉岡さん決めていただく部分だとは思うんですけど、まあいろいろ僕が勉強した中で、まあ、これ以上話せないんじゃないかなっていうようなマインドセットですから、究極ですね。うん。はい。まあぜひ何か自分のやってることに生かしていただければなと思います。メールの方で、プレゼントの詳細記載してますのでご確認ください。ありがとうございました。